でも緊張しますね、光くんと話すと。こんなに緊張する年下、生まれて初めてです。やっぱ自分がずっと見てたからなんでしょうね、はい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 、そういう風に見てる人がいないんで。若干似た匂いは感じました。そうそうそう、もちろん感じてます。憧れもあり、自分にないものも持ってて、はい、自分が当時持ってなかったものがこういうの持ってんだなとか思ったりするし出身は一緒って言ったらあれですけど、僕情報所在を打ってた時期があって、うん、まあ、僕の視聴者もそれは知ってると思うんですけど、金髪企業が光るみたいなことやってた時があって、まあ、言ってそれも8ヶ月とか1年ぐらいだと思うんですけど、うん、そこの業界のまあ本当トップみたいな人だった。それ与沢さんって。だから僕は昔から与沢さんを知ってて、一方的に、まあ、すげえ人だなと。この人は1億稼いで1億使える日本人っぽくない人なんだなって。普通日本人って1億稼いだら守るんです。でも与沢さんは僕の見てる限り守らないんですよ。俺は侍って思ったんで、与沢さんは本当に太った侍だと思ってた。本当にそうなんですよ。太って侍って、嬉しい嬉しい、マジで守らないんですよ当時。本当そう、よく見てくれてたんですね。10億あったら10億全部使える人っていう。だから僕はすごいと思った。本当そう、この人はネジが飛んでると。飛んでた。だから大成功か大失敗するんだろうなと思ってました。本当その通り。酔い越しの金は持たないって言ってたのと、はい、金の計算大嫌いだったんですよ。今はもう大好きなんです。大好きなんですよ。だから当時資金繰りができないんですよ、はい、だからしょっちゅうショートするんですよ。なるほどなるほど。もう今はめっちゃ堅実ですもんね。めっちゃ硬いですよ。めっちゃ硬い今は。本当にだから昔攻撃に全振りしてたのが、今もステータスのパラメータがもうディフェンスに全振りみたいな。そうそうそう。いやーすごい、よく見てくれてる。本質を見るところがすごいっすね、短期間で。光くんの、いやでも本当に昔から知ってた人なんで、だこうやって話させてもらえること自体が光栄っていうか夢みたいな。いやいやいや、だから多分本当に緊張するなんて自分ないっすもん、対談して。いや本当っすか。いや美咲くんも実は緊張するんですけど、はい、なんかだこんななんか異次元な若い子が怖すぎます。僕でももう30ですよ。そうですよ、もちろん知ってますよ、はい、年齢も。それがだから光くんたちが38の自分の年になった時のこと。8年後ってことですもんね。そうです。僕予算なしだったら8年ぐらい前です、それで言ったら。そうですよね。僕は21とか22ぐらいの時に。そうそう、若い時だと思うんですよね、はい、覚えてますもん、僕全部。ほんといろんなことやったら覚えてます。フリーエージェントスタイル。そう、はい、知らなかった。そんな光くんが僕を認識してるなんて僕知らないですよ。いや、言ったことないね、あんまり。今回初めて間にね、入ってるメンバーとか仲間から、はい、光くん自分のこと知ってたって全く知られてないと思ってましたもん。知ってますよ。いや、それだけで嬉しかったですよ、本当に。情報手段の世界って、やっぱり正直怪しい世界って怪しい世界って言われてると思うし。そうですね、怪しいです、怪しいです。すごい、ある種実体がないものだと思うんですよ。お金の稼ぎ方を教えますよとかってすごい曖昧で、しかも教えたところで100人に教えても多分稼げるの 2,3 人なんですよ。そうですね。だちゃんとできないんで、本当にめちゃくちゃ難しいことなんで。だから愛してたんですけど、僕はやっぱあの世界にいて学んだこともいっぱいあるんですよね。本当に大切な考え方もあったりとかして、全部全部言うわけじゃないですけど、だから学んだもあって、今やっぱそれ生きてますもんね。僕すごい珍しいタイプの YouTuber だと思うんですよ。そうですね。そこ出身の YouTuber なんていないじゃないですか。いない。いたとしても多分ここまで人気はならないです。絶対ならない。あの業界の人ってスケールできないんですよね。はい。だからその情報商材の人って、はい、だから自分ももう今は去っちゃったっすけど、友達もいないくなっちゃったっすけど、はい、光くん本当そうなんですよ。言ってみればそこの部分だけで成功してなければ、アングラを通り越してガーってきたから、いやマジすごいっす。僕はだから今当時やったことに対して後悔とかないですけど、今はもう稼ぎ方教えたりとかっていうのはもうせずに、したくないですよ、はい、したくないっていうのがやっぱあります。与沢さんもそうなんです。そうですそうです。同じですよね、うん、いい経験だったなっていうちょっとの期間ですよね、うん、そうですね。でもこうやらせてること自体もあんまないんで。ですよね。全然初めて聞いたっすもん、うん、まあもう避けてるとかじゃないですけど、やっぱりイメージ悪いですよ、どっちかって言ったら、うん、悪いです悪いです。でもまあそこひっくるめて今があるんでね。確かにね、消すことはできないからね。そうそう、自分もそうなんで、そこ出身だから。だからそういう意味では結構すごい映像なんです、多分これ、うん、確かに本当知らない人からしたら知らないと思うんですけど、うん、一部の人からするとうわっていう多分絵だと思うんですよね、ここの絵って。確かに。だから僕はめっちゃテンション上がってるんです、実は。嬉しいっす。